梨氏は、日本の氏族。鎌倉幕府の後進、土井寂平の後裔小早川氏の所流一族である。古くは、梨ワとも表記した。菅竹平氏平ら文の流れを組む相模国土秘境を、発祥とする土井氏の一族で、土井寂平の子、遠鏡が、秋国沼田総寺当職に部任され、養子京大乱がこれを継ぎ小早川氏を称した。その公営、 沼田小早川氏、小早川春平の子、時春が、沼田省内の梨和郷を分地され梨和氏を称し、梨和城を本拠地としたことに始まる。ちなみに、京平の実父は、平賀義信であったとされ、これ以降は、源氏の一族とも言える。沼田小早川氏、小早川春平の子、時春が、沼田省内の梨和郷を分地され、小早川氏の諸子家として始まる。 これが、梨橋の初代当主、リコは、次ハルである。その後、数代続くが、戦国時代になると、本家、沼田小早川家から京平の子、公平を当主として迎えた。小早川高陰の沼田小早川や向入りの際には、梨は、仙台らが積極的に貢献し、永六四年に、毛利元な流言府氏が新興残城を訪問した際にも、歓迎の縁を主催した。 仙台らは、平川木貞の次男、慶光を養子に迎えている。小早川高景死後は、毛利氏に仕え、関ヶ原の戦い後は、毛利氏の巣王国、長戸国元宝に伴い、秋国なしはの地を去った。江戸時代は、長州藩士、宿利き組、大組として、毛利氏に仕え、慶安四年、藩主、毛利秀成の死に際して過労であった、な氏派おさむが巡視している。 明治時代に貴族院議員を務めた梨は、時期は、長州藩士、大組の出身である。平賀義信の五男、平賀沖貞の子、長州藩士、有地藤和の四男、圭介長女、ありがとうございます。